確信を持って見逃したが、ストライク。大谷翔平も不服そうに天を仰ぐレンジャーズ4位、レーエンゼルス、日本時間7日、アナハイムエンゼルスの大谷翔平投手が6日、日本時間7日。またもや疑惑の判定に泣かされた。本拠地でのレンジャーズ戦に、2番 DH で、先発出場。第3打席には、 フルカウントから外角低めの直球をストライクと判定され、見逃し三振に、大谷翔平自身も思わず不服の苦笑いを見せた、この一球に、ファンも MLB 審判は大谷のこと好きじゃないのかな、などと不満が噴出している。6回西での第3打席、レンジャーズの新人右腕、アレクシーが、 フルカウントから投じた直球は、外角低めに外れたように見えた。大谷翔平は死球を確信したように見逃したが、ストライクの判定、不服装に点を仰ぎ、苦笑いを浮かべた。この日は4打数無安打に終わり、チームもゼロ風負けを喫した。大谷翔平は今、今季、 再三にわたって五神疑惑に遭遇しており、ファンも同情や怒りを表。大谷はストライクゾーンから外れる球で何度も三振になっている今季で800万回目だが、ボール球を審判にストライク判定されアウトになる大谷。大谷がまたひどい判定で三振に、 ロボット審判が必要だとのコメントが見受けられた。エンゼルス、大谷翔平本塁打大争いを左右する上位チームとの残り対戦数、アリーグの本塁打大争いがいよいよ風雲球を告げてきた。エンゼルスの大谷翔平投手27は日、27、はいつか日本時間6日時点でトップの43本塁打を放っているが、ライバルに猛追されているのだ。 ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロナ・イアシュ、22、が6日、日本時間7日のヤンキース戦の初回に、右翼赤最前列に40号を叩き込み、トップの大谷翔平に3本差と接近。ロイヤルズのサルバドール・ペレス・捕手31、は41本と2本差だ。大谷翔平は、オールスター戦前に33本放ったが、 後半戦は10本。ゲレロも後半戦12本とペースが落ちている。一方、ペレスは前半戦89試合で21発が。後半戦は6日のオリオールズ戦を終えて47試合で20発と量産。日本人選手初のホームランキング獲得へ、大谷翔平が試練を迎えている。 大谷翔平の爆発力に期待したいところだが、7日、同様回向のエンゼルスは残り24試合で、地区優勝やプレイオフ争いしている上位チームと19試合が組まれている別表3勝。一方、プレイオフ進出の可能性が消滅。もしくはほぼ絶望的な回チームとは、レンジャーズ戦3試合のみ。 さらに7、8日、同8、9日のパドレス戦は DH 制がない。一方、ゲレロは26試合のうち海チームと14試合、残し、ペレスは25試合中、海チームが12試合と対戦相手に恵まれている。大谷翔平が上位チームの至急攻めで苦しんでいる間に、 逆転を許すということになれば最悪だ。より厳しくなるマークを跳ねのけてタイトルを獲得できるか。日米のファンは快挙を確信している。次のオーディオビデオでお会いしましょう。